生のブロッコリーからスルフラハン、ボソボソ食感ダハレシピ。 Let's make スルフラハン生食編。A、スルフラハンご飯。できるだけ細かく刻みます。スルフラハンを作る酵素のミロシナーゼは細胞が壊れた時に働きます。よく噛んで生成してください。保温中の炊飯器に数分入れて混ぜます。混ぜることで温度を少し下げてミロシナーゼが働きやすい状態を作ります。B、 おからあえ。C、 デリカ風。D、 オキアミあえ。茎の生食はおすすめです。
このチャンネルでは皆様の健康に役立つ栄養情報をお届けしています。またお会いしましょう。